はい、皆さんこんにちは、榊敦史です。昨日あたりですかね、あのニュースをね見てましたらね、あの香港ではね、スーパーマーケットの売り場からトイレットペーパーが消えたというお話が載ってましてね、おーっと単純だらこれ日本もそのうちそうなんのみたいな、そういう世界なんですけども、あの私はね、もう昭和の人間ですからね、あれ1973年とか4年でしたかね、第1次石油なんたらっていうのがございましてですね、それこそね売り場からねトイレットペーパー消えたんですよ。あの中東の方でねこう紛争が起こって、それであのアラブの国がねこう石油をねもう輸出せえへんとかって言い始めたと、実際はしてたんですけどね、そういう話がねわーっと入ってきてね、でなぜか知らないけどね、あのそんなガソリンとかも、まあ、もちろんそれもね、いやなんかあったんしかかもしれませんが、当時僕小学校5年生ぐらいですけど、いきなりトイレットペーパーがないっていう話が連日のこともテレビのニュースに流れたんですよ。それ覚えてますよあのそれを知ってる世代はね、なんか知らないけど、ね、家の中に業者トイレットペーパー買うんですよ。僕以上ですよ、だから50代後半以上は覚えてるんですね。それでこの前311の時ですね、2011年ですからもう9年前ですね、今から約9年前、あの時も明快に覚えてますけども、あのあとね東京ってねあれでしょう、まあまあ被害は受けましたけど、その東北地方ほどではなかったですよね、あるいは北関東ほどではなかったですけども、 うちの近所のスーパーね、食品棚ね空でしたよ。日常製品のね、トイレタリーとかね洗面関係もね全部ね空で、何も売ってへんやんみたいな、スーパーの1階がですよ。びっくりしたいやそんなことあるんやなと思って、いやだからみんながねちょっとねいつもの3倍ぐらい買うとこかと思ったら、ただなくなるんですよ。それで、あの時も覚えていらっしゃると思うんですけども、ガソリンスタンドが2時間待ちとかね、ありましたよね。それも20リッターしか入れさせてもらえへんとかってうちたまさかねその時ね、7割か8割入ってたんですよ、僕の車ね。それで、たまさかですね、事務所に来た帰りに入れさせてくれるところがあって、満タンでいいですよとか言われて半分ぐらい行ったの、満タンしたの。それでそんなにね僕走らない人間ですから、その期間乗り切ってね、まあまあいつの間にやら一月もすると普通に入れられるようになってましたけどね。あの時でもねよくたくさん車乗らはる人はね、大変やったと思いますし、ちょうどねうちに来る黒猫ヤマダのお兄ちゃんたちが、いやちょっと明日から配達できないかもしれませんって、なんでって聞いたら、燃料が足りひんからと。なんかね本当に足りませんでしたよね、あれ。あれでも不思議なもんで、別にその供給がね大幅に減ったということでもなさそうなんですよ。だから現に関西とかって全然そんなこと言うてなかったですね。電話してたら、うち全然平気やねとかって京都の友人に言われましたけど、関東は大変でしたよね、どこ行ってもどこ行ってもガソリン入れてくれへんみたいな。まあ、確かにそういう施設設備の一部がね被害を受けていつも通り持ってこれへんとかいうことはあったのかも分かりませんが、ただあれね、要はねみんな不安があってね、自分の車を満タンにしようとしたわけですよ。そうしただけでね、町中のねガソリンスタンドからガソリンが消えるというのがねこの国なんですよ。だから今回ねマスクが足りないっていうことになってるでしょ。でマスクが足りないからなんかトイレットペーパーを作ってる工場でマスクを作るからトイレットペーパーなくなるんちゃうかと誰かが言うたらしいんですよ、あちらのね香港の近くの方が。でそれで一気にみんながあかーん、トイレットペーパーなくなるって言って買いに行った結果消えてしまったということで、まあでもなんか同じようなことやったらねこれから日本でも起こるんちゃうんかなと
いう気はしましたよ。自分 の, あのこの事務所のトイレットペーパーあんのかなと思って、思わず在庫確かめて、出かけたら一国に買うてこうかなぐらいに思いましたけどね。まあそんなほんまかどうかわからんけども、そうなってるというお話でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。